はい、というわけでね、今日はね、いぶきくんがやってきてくれました。いやー、いぶきくん、10月、今日はね、5日ですかね、6日か、寒いですね。ほんと冬に近づいてきたって気がしてきます。まだね、秋なだばっかですけど、今日みたいな寒い日は鍋とか食べると美味しいと思うんですけど、いぶきくんは何の鍋が好きですか？北海道海の幸の鍋。海の幸の鍋、具材は何が好きですか？ホタテが大好き。あ、ホタテが大好きなんですね。わかりました。じゃあホタテを食べましょうね。美味しいですね、ホタテね。そして向こうにはね、今日はね、一緒にあんちゃんもやってきてくれてますね。あんちゃんはまだね、まだ顔カットしてないから、なんかボリューミーですね。あんちゃんは何の鍋が好きですか？豆乳。豆乳鍋、あ、いいですね。食べたことないな、私。美味しいですか？うん、うん。具材は何が好きですか？豆腐。わかりました。じゃあ豆腐、まあ湯豆腐の方がいいかもしれないですね。まあ寒い日には鍋もいいですね。そんなわけで、最後にお母さんに何か一言。ダブル鍋です。ああ、いいですね。なんかあの、なんだっけ、なんかあのね、ありますよね、二つに分かれた鍋ね。それで食べてください。豆乳鍋と海の幸鍋でした。以上、中継でした。